昨日からの大雨で磐田市では川が氾濫し、周辺の住宅が浸水するなど被害が確認されています。現場から野田記者の中継です。磐田市敷地にいます。こちらが昨日氾濫した敷地川、カーブしている部分の土がすっかりえぐれているのがわかります。ここは去年の台風15号でも堤防が決壊していて、土のうで応急処置が施されていました。近くに住む方によりますと、昨日午後5時半ごろ、川が増水したため注視していたところ、30分後の午後6時ごろ、川が氾濫したということです。水は今朝6時ごろ引いたそうです。県はこの決壊を受けて、磐田市に対し災害救助法の適用を決めました。現場付近では復旧作業が始まっていますが、充満しているのはまた降り出しだという脱力感です。以上、現場から中継でお伝えしました。